7日目の朝になりました。おはようございます。おはようだぜ。なんだかんだ B 弁刑務所に収容されてもう1週間なのか。7日経ったってことは、そういうことだよね。7日過ごして鶴橋手に入ってないのは結構やばい気がしますね。未だに駐車場の位置把握ができていないのだな。そこなんですよ。どうにかしてくださいよマリサ。私だって行き詰まっているんじゃい。自由時間だよ。どうしたの？なんか言い争いしてたように聞こえたんだけど。いやー、マリサのいびきがうるさかったんですよ。ああ、いびきかきながら寝るタイプなんだマリサ。寝てる時はわからないからな。いびきしていたらそれは謝るが。よっしゃ捏造成功。は、え。そんでマリサは結局いびきしていたの？いや、多分してないです。こいつの言うことだから。え、理由ひどくないですか？監視長は私の言うこと信じてくれますよね。いや信頼関係とかそもそもないけど。ええー。朝からどうでもいい論争をしてちょっと疲れたぜ。じゃあというわけで今日の自由時間です。いや霊夢が4回。僕のセリフを奪ったから懲罰棒ポイントが少し高まったよ。何ですか懲罰棒ポイントって？高くなったら懲罰棒に入れるポイント。そんな制度があったんですか？というわけで2人とも自由時間だよ。はい、わかりました。いつも望遠鏡持っていますねこの人。しかも私たちへの謎のアピールもしてきている。少し望遠鏡で覗いてから監視棟に入ると。っていうかこんなことしている場合じゃないんだよ。そうだそうだ、地下水路を探索に行く話でした今日は。私が上の監視棟を見ておくから霊夢は探索をしに行ってきてくれ。オーケー、了解しました。ちなみに今は監視棟見えないから行けるぞ。よし、じゃあ行ってきます。昨日マリサからもらった鍵はどれだ？あったあった、これをここに入れれば。開きましたね。さて、これはどっち平行？あ、忘れずに鍵もしっかり回収しておかなければ。どうしようかな、とりあえず左に行こうかな。今回の探索で霊夢が何か収穫を得てきてくれれば、また脱獄にも一歩前進はすると思うが。あいつ、地下水路から迷わずに帰ってこれるかな。おお、なんだここ。紙にも行けそうだけど。とりあえずこっち側にも行ける場所あるから。まずは水路側を確認してしまおう。うわぁ、これはめちゃくちゃでかいですね。マリサも地下水路はめっちゃ迷うって言ってたけどその意味が今すごくわかる。さらにここから分岐しているのか。右かまっすぐ。一旦右に進んでみましょうか。これは下に降りて大丈夫なやつかな。うお、横幅が大きな水路に出ましたね。あ、ここが食堂の下と繋がっている水路なのかな。もうちょっと周囲を確認してみよう。うん、この鉄格子も見たことあるな。監視長はいません。って言っても霊夢には聞こえないけどな。ここに松明があるってことは、ここはマリサが来た場所ってことかな。そこの水流はどこから流れてくるんだろうか。おそらくマリサも確認したと思うけど私もちょっと見てみようかな。あ、ここが地上に出る場所か。確かに監視塔の近くみたいだけど、一体この場所はどこなんだろう。さて、自由時間も終わりが迫ってきているが、霊夢は時間内に帰ってこれるのか。監視塔の姿が見えないから不安だぜ。これもう一つ、円形の水流穴があるんだよね。時間的にまだいけるかな。ちょっとここも見てみよう。お、結構長いね。自由時間終了までに間に合うかな。あ、ひょっとしてさっき右とまっすぐに分岐していたところかなこれ。絶対そうだ、ちょっと見たことあるもん。よし、じゃあこのまま帰っちゃおう。ふう、なんとか戻ってこれた。あとは監視長さえ来てなければ最高。なんかそわそわしてきたわ。待ってる方も意外と緊張感あるんだな。マリサ、戻ってきたよ。おう、遅かったからやばいと思ったぜ。いやー、探索しても未探索のところが出てくるからキリがなくてさ。あー、前回私も同じような現象が起きたんだよな。でもまだ監視長来てないってことは、私たちが心配しているほど自由時間は短くないみたいね。そうだな。毎回これくらいは探索できるな。自由時間だよ。あ、了解しました。オッケーです。飯塚監視長、今日は風呂ですか？
いや、今日は7日目だから風呂はないけど。金久保幹事長に内緒で入れてくださいよ。なんでそんなことしないといけないんだよ。もう私たち長い付き合いじゃないですか。だからね、お願いしますよ。長い付き合いなのは確かだけど、さっきも言った通り仲良くなったつもりはないからね。そんな、マリサもなんか言ってよ、風呂入りたいでしょ。別にそんなに入りたいわけじゃない。え、不潔では、うるせえよ。それじゃあおとなしく食事済ましちゃってねー。わかりました。せめて二日に一回は風呂に入れさせてくれよ。まあどうせ風呂行っても何もないからいいんじゃね。それよりもお前が何を見つけたのかが気になる。これといった発見はなかったんだけど、マリサが言っていた地上に出られる場所ってのは確認できたよ。そうなのか。どこに出るかわかったか。場所的に監視塔の隣っぽいよね。ってことは刑務作業とかする建物の裏とかに出たりするんじゃないか。そうかもしれない。他に何か気になるような場所はなかったか。あとはあそこかな。水路に出て左側にある鉄ブロックところ。あ、それ前回私もちょっとだけ見たな。あそこってどうやら上に繋がっているみたいなんだよね。今回は時間がなくてたの場所の探索をしたけど、もしかしたらあそこも地上に出られる場所なのかもしれない。なるほどな。次の自由時間確認してみるか。そうだね。何かあるかもしれない。終了だよ。あ、今日はどっちですか。こっちだよ。珍しくマリサが遅いパターンだね。いやー、すぐに出入り口に来た私は優秀ですね。これは出所ポイントが高くなりましたね。え、出所ポイントって何。え、10ポイント集めたら出所できるやつですよ。そんな制度ないんだけど。え、懲罰房ポイントはあるのに。っていうか君らもともと死刑囚だから出られないよ。え、なんとかしてくださいよ。それには私からもお願いするぜ。無理なんだよねー。ちょっと監視長、軽くないですか。君ら以外にも囚人はたくさんいるんだから、一人一人錠を持っていたら監視長なんか務まらないんで。おお、プロフェッショナルだ。というわけで今日も二人には畜産をやってもらうね。昨日に引き続きですか。今回はチェストの中に剣を入れておいたから、動物が増えてきたら少しずつ減らしてもらって。あ、私たちがやるんですか。それじゃあ刑務作業頼んだよ。え、虫ですか。ついに監視長から無視されてしまった。さすがにお前の相手するのも疲れてしまったんじゃねえか。それならば精神的に飯塚監視長の体力を削っていこう。意外と作戦的にはありだったりしてな。どうする、この時間の探索はします。そうだな、ちょっと行ってこようかな。じゃあ私はいつも通り刑務作業を進めておきますね。了解、頼んだぜ。と言ってもこの建物は結構探索したんだよな。まだ行ってないところってあるのかな。あ、そういえばこっち行ってなかったな。加工室って書いてあるが、ここはなんだ。これはどうやら刑務作業の時に来そうな部屋だな。もう一度2階に行ってみるか。ここに釣り堀があって、こっちに資料室があったんだっけか。なんか資料室も結構な数を確認したからどこに何の情報があったか覚えてないんだよな。ここのチェストは何もなくて、そんでここの本には何が書いてあっけな。あ、自由広場に丸石使ってますよって話か。実際これは自由広場の噴水に丸石使っていたから、この情報は間違ってないことは確認できたんだけど。ってなるとこの建物は探索済みだな。今日は探索は少しにして帰るか。戻ってきたぞ。あ、おかえりマリサ、今日の収穫は何かあった。この建物は割と探索済みだな。だから新しい情報は特に手に入ってないぜ。ひょっとして結構行き詰まってきた。そうだな、現状探索できそうな場所って割と行き尽くしている感じあるよな。ってなると、やはりあの水路から地上に出て駐車場を探しに行くのが一番脱獄が近くなりそうな手段ではありそうですね。そうだな、勝負の時なのか。あ、監視長来てる。お、マジか。刑務作業終了だよ。あ、お疲れ様です。どう、作業はどんな感じ。割と進んだんじゃないかなって思います。動物の数も結構減りましたよ。お、じゃあこの手に入ったものを食肉加工室へ持っていくとしよう。あ、そういうつながりなんですね。そうだね、ここで手に入った牛肉などはあそこで加工しているよ。何でもやりますね、この刑務所。それじゃあ二人とも作業場から出てねー。はい、了解しました。あ、そろそろ違う刑務作業が恋しくなってきましたね。もしかしたら明日の刑務作業は畜産じゃないかもしれない。お、それは楽しみですね。
君たちもフィーベン刑務所に慣れてきたと思うからそろそろ違う刑務作業をさせてもいいかなと思って。もう何でも任せてください。監視塔の掃除とかしてもいいですよ。君らに監視塔の掃除とか任せると荒らされそうだから嫌だ。私は荒らさないですが霊夢は荒らします。ちょっとマリサ、それじゃあ二人とも棒に入ってね。わかった。うん、なんでタメ口。わかりましたって言いましたよ。気のせいかな。まあ明日の自由時間まで待機だよ。了解です。飯塚監視長へのため口チャレンジ成功。いや意味のないチャレンジだなそりゃ。今後の探索方針はどうします？やはり地上探索をしたいところはあるな。次の自由時間で地上に出られる場所を確認して駐車場の位置把握をしようぜ。あそこの鉄ブロックの水たまりも気になるからね。あ、そうだそうだ、そこからも地上出られるかもしれないしな。明日はその辺メインでやっていきましょう。じゃあ今日はこの辺で寝るとするか。おやすみなさい。おやすみだぜ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やウプ主の日常、ツイッターでは動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。